皆さんこんにちは。ウィークリー姫路の時間です。今週は街の話題2本とインフォメーション2本をお送りします。まずは街の話題からお送りします。6月9日、姫路市伊勢自然の里環境学習センターでモリアオガエルの卵を見つけようを開催しました。伊勢自然の里環境学習センターは、生物多様性を肌で感じることのできる体験型の環境学習施設で、1年を通してさまざまなイベントを開催しています。モリアオガエルの卵を見つけようには41人の親子連れが参加しました。まず管理棟では、講師の谷口正春さんの楽しい解説で、伊勢自然の里環境学習センターで観察できるカエルの種類や生態について学びました。ほとんどのカエルは水中で産卵しますが、モリアオガエルは水面上にせり出した木の枝やあぜ道の草の上などに卵塊を産みつけます。卵塊の中で孵化したオタマジャクシは雫のように水面に落下して、1ヶ月ほどでカエルの姿になります。いよいよ観察です。伊勢自然の里では池の上にかかる木がないので、池の縁に卵を産みつけていました。今年はモリアオガエルの産卵が例年より早く、この日園内には数個しか卵が残っていませんでした。谷口先生が卵を取って見せてくれると、オタマジャクシが泡の中で泳ぐ様子が観察できました。伊勢自然の里環境学習センターでは、夏休み中にもたくさんのイベントを開催します。ぜひご家族で参加してください。次に、6月11日、姫路市中央卸売市場で本場紀州の梅の漬け方講習会を開催しました。この講習会は、梅の名産地である和歌山県田辺市から講師を招いて、梅の漬け方や梅酒の作り方、料理での梅の活用法などを学ぶものです。平成15年から開催されている人気のイベントで、今回も多くの応募の中から抽選で69名が参加しました。まず冷凍梅を使ってシロップを作りました。凍らせた梅 250g と氷砂糖 200g 程度をジッパー付きの袋に入れて、およそ7日間冷暗所で保管すると出来上がります。冷凍の梅を使うことによって、失敗なく短期間でシロップを作ることができます。水やソーダで割ったり牛乳で割る梅ラッシーは、
子どもたちに喜ばれるドリンクです。次に梅干しを作りました。ジッパー付きの袋に500グラムの梅を入れ、100グラムの塩をまんべんなく混ざるように揉み込み、空気を抜いて袋を閉じます。均等に重さがかかるように平たく並べて重しを乗せ、およそ1ヶ月間冷暗所で保存し、天日干しすると出来上がります。青い梅を使うとすっきりとした味に、黄色く熟した梅を使うとフルーティーな味に仕上がるので、レシピや好みによって使い分けることがオリジナルの味を作るポイントです。梅はクエン酸やポリフェノールなどの栄養成分が豊富で、疲労回復や消毒作用などの機能がある食品です。これからの暑い季節に夏バテ対策として積極的に取り入れたい食べ物です。講習会では梅に関するさまざまな質問も飛び交い、参加者の皆さんは自分で漬けた梅を早く食べたいと完成を楽しみにされていました。インフォメーションのコーナーです。まずは福祉医療制度についてお知らせします。福祉医療費受給者証の有効期限は6月30日日曜日です。引き続き受給資格がある人には新しい受給者証を6月下旬に自宅へ郵送します。7月1日月曜日以降に医療機関を受診する場合は、必ず新しい受給者証と健康保険証を提示してください。期限切れの受給者証は返却してください。また7月1日からすべての18歳までの子どもの医療費を完全無償化します。制度拡大により新たに対象となる人には6月末までに受給者証を送付します。事前に申請書の提出は不要ですが、後日送付する現況届の提出、またはオンラインでの届出が必要です。詳しくは姫路市福祉総務課、電話番号079-221-2307までお問い合わせください。次に街中イルミネーションのロゴマークの募集についてお知らせします。今年の冬も大手前通りをはじめ、姫路駅周辺の商業施設や商店街がイルミネーションやライトアップで華やかに彩られます。こうした街中で行われるイルミネーションを姫路の観光コンテンツとして広く発信するとともに、より多くの人に親しまれ愛されるイベントとなるようシンボルとなるロゴマークを募集しています。募集期間は7月10日水曜日まで。応募方法など詳しくは市公式ウェブサイトでご確認ください。詳しくは姫路市産業振興課、電話番号079-221-2522までお問い合わせください。今週のウィークリー姫路はいかがでしたか？姫路市公式 YouTube チャンネルでは過去に放送したウィークリー姫路もご覧いただけます。次の更新は7月1日です。次週もお楽しみに。さようなら。